リオン師匠のふかつりぼりーレオン師匠こんにちははいこんにちは今週もふかつりぼりよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっとね今日は声が枯れてないガラガラしてない風ですか大丈夫ですかいやー風ひいてやみ上がりで 元気になったらちょっと我慢できなくなって飲み行っちゃったら声がガラガラになっちゃった。<laughs> な,るなるほど。すぎた。逆に、うん、逆に元気になってということで。な <laughs> <laughs> いい方の話です。<laughs> ということでね、ちょっとコーヒーなめなめしながら、あ、コーヒーね、これちょっといただき物んなんで、はい、ちょっとこの場を借りて、これ知らせコーヒー園というところのコーヒーをいただいたんです。 はい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 。なんと、沖縄県の久米島のコーヒー。へー。で、ようやく、あの、届いた時に体調悪くって、ちょっとコーヒー飲める状態じゃなかったんで、ようやく今日飲めるなと思って。おおなるほど。今入れたばっかり。どんな、あの、系統のお味なんですかまず、香りがね、あれだね、あの、マンダリン近い香りがするね。うーん。 だけどマンダリンよりも少しあの普通のコーヒーの香りに近いぐらいちょうど中間地点ぐらいああいいですね、うん、少し癖のある感じがねやみつきになりそうな香りがねまずうん味はもう全くマンダリンと違うねちょっとモカ系だな,なんうん その、あれですよね。ちっちゃいパックになってると、釣りの時とかに持ってきやすいから便利ですよね。ただね、これ開けてみたら、バッグになってなくて、中粉が入ってるだけあ、粉なんですね。ああ、なるほど、なるほど。じゃドリップセットを持っていけない。ドリップセット持っていけないと。ああ、でもこれ美味しい。うん。これ美味しいです。いただき物なんで。うん。ありがとうございます。あ、ほんと、それとね、この方もう一つ送ってきてくださったんです。これなんかわかるキューベ。 何かお香みたいなやつですかわかんないよね、なんかね。わかんないですね、細長い。バニラビーンズ。読めるバニラビーンズ。はいはいはい。俺ね、やっぱりね、キューベー、俺たちって、俺たちって俺がかもしれないけど、<laughs> 知らないことだらけだよね、物事って。<laughs> あ、そうですね、日々いろいろ知ってるようで、本当知らないことだらけだよ。バニラってあるじゃん。 はい、バニラって豆なんだよね、俺知らなかったんだ、実は。<laughs> あそうなんですか。バニラ豆なんですか。知らなかったの。普通の,あのツ,ツ,カツタ科の植物なんだはははははでツタによくあの長いあの豆ぶら下がってるの、普通に田舎の山とか行ったらあるじゃん。あんな感じだったへぇ<ー>こんななんだよ、豆。あなるほど。 これ密封したんだけど、すでに強烈なバニアの甘い香りが。これは初めて見ましたね。いやー、知らなかった。なんか本当ちょっとびっくりしてさ、これを送ってくださった方に感謝ですよ。ちょっと開けてみる。乾燥、はあのー、発酵させては乾燥させるの繰り返し5回ぐらいやるらしい、この豆を。 へえ。これがあれだよ、皆さん、まあ。知ってる方が多いとは思うんですけど、<laughs> 俺知らなかったからね。これがあのアイスクリームのバニラアイスの材料になるだよ。甘い。へえ<ー>。すごいよ、急病な。甘い。もう、もろモん,んバニラの、バニラの塊のような、この香り。で、これをね、 ちびちび使おうと思ってさ。あ、それを例えば何かコーヒーだり、ね入れて。ーーああ、なるほど。バニラコーヒー、あと、あの、スコッチのロックなんかの時も送ってくれた人はお、沖、え、縄、ー、の方らしく、焼酎ロックとか焼酎の水割に入れてもいいっすよって言ってた。ああ、なるほど。 完璧にあのレオン師匠に刺さりそうなものをおってくださるという素晴らしい, <laughs> らしい <laughs> ありがとうございますね<本当> <laughs> ほんとああ、恍骨すんだねこのんだろうなあ言っとくけど高いんだってさあ高そうですよねそれだからアイスクリームなんかで使ってるやつは合成バニラエキみたいなっことです、ね、これは天然の本物なんだよお<ー>で俺知らなかったからさ すごいね、本物。ちょっとびっくりするようなぐらい香り。あ,あはい。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございます。で、皆さんも、ね、バニラビーンズ。はい、バニラビーンズで、えー、検索したらあの、通販で買えると思います。梅島にバニラビーンズがたくさん栽培してんじゃねえの、ひょっとしたら。うん、なるほど。 うん、だからまあできれば皆さん、あの見つかったらクメ島マの買ってあげてください。<laughs> ぜひぜひ。はい。僕も探してみます。<laughs> はい。よろしくです。はい。では、今週もまた質問をたくさんいただいておりまして、うん、今日はですねあの、釣る時のルアーとかのアクションに関するお話でございます。うんうん、質問者の方がですね、釣りをしていて何回かこの動かし方しか釣れないという、 ことがありましたお<ー>こういったアクションとか、動かす速さとかのアクションのバリエーション、うん、レオン首相はどういったものを持っていますでしょうかめちゃめちゃありすぎて語りきれるのかと思うんです、うん。そうそう、もう一瞬にしてね、うん、あのキューベも僕も同じ印象を持ったよね、多分。 そうですね。こうやって整理して語るんだよ、い、みたいな。うん。うん。でも、本当にあるよね。このアクションでしか、昨夜のあの時間帯、これしか食わなかったな、なんてのは、普通にザラにあります。まず。うん。それは間違いない。はい。うん。じゃあ、どこから語ろうか。まずさ、ルアって投げて巻く。が一応基本じゃない、ルアーのね。はい。餌釣りと違って。うん。餌釣りは投げておいて待つっていうのが基本だけど、うん。 当然も動かすことあるはいでルアーは投げて巻く動かすことが基本なんだけど置いといて待つこともあるうううんうん、うんこれがねやっぱりあのー、究極の、えー、両端だようんなるほどルアーだから動かすかかぎねえよといううううんうん、うんでも基本は投げて巻くがルアーの基本だよねはいじゃあ投げて巻く時の速度で考えましょうかはい スピード。で、考えると、これ、業種で全然変わっちゃうよね。確かに。うん。例えば、メバリング。で、メバリングの巻きスピードっていうのは、もう昔からずっと言われてるけど、スローリトリーブとか、デッドスローとかって言われてるよね。はい。こんな感じだよね。うん。ゆうべもなんかな、 YouTube 見てたらりんたこが無人島の磯でいきなり100メバルドカーンとつる映像があってさはははいはい、はいそれ見ててりんたこがちっちゃいプラグ結んで着水からマークスピードこうずっと見てたんだけど糸ふけ取って巻いて最初は速いんだけどうん、うん、途中からふっとスピード落としてゴーン壊したりするんだけどうん、うん、まああの 落としたスピードっていうのが普通の代表的なメバリングでよく言われるあのスローリトリーブやデッドスローに近い遅巻きだよね、うん。なるほど。という巻きスピードもあれば、えー、例えばこの10年ねあの、全国的にも人気の出たボートからの、えー、キャスティングでやるサワラのブレードゲーム。はいはいはい。サワラのブレードゲームなんかの巻きスピードはどうなのって言ったらあの、限界早巻きね。 ってやつね。うんうんうん。ぐらい、端から端まで行くとものすごいじゃん。そうですね。うん。だから、魚種で相当下があるよっていうことが、まず第一前提としてあるんだけど、巻きスピードっていうのは。はい。だけどね、じゃあ、メバルで早巻きないのかって話だよ。うん,うん。これ、キューベ経験あるメバルの早巻き。メバルの早巻きありますね。 うん、どれくらいのスピードさすがにサワラとはいかないです、ね、<laughs> あれはちょっとね。例えば、うん、SPM みたいなのが、うんであの、超早巻きだと水面飛び出しちゃうから、まあ、ある程度のリトリーブ速度で巻くじゃないですか。うん、飛び出さない限界ぐらい。でも、でも水面ちゃぱちゃぱなるぐらいで、<laughs> ほぼ回収みたいに巻いてたら、おなんか出たぞ、みたいな。回収速度ね、それ。回収速度です、はいそ。そこを引っ張り出したかったの。うん うん。あのー、これは誰しも経験することになるよね、ずっと釣りをしてれば。そうですね。え特にあのー、スローリトリーブでやってるような釣りでやってると、ああ、このコース当たんねえなと思ったら、パーッと回収したり、あるいはスローリトリーブでやってる時に左の方でパチャッと音がしたり、内臓がしたり、脂が出たりしたら、おーっと巻くじゃん。うん。その時にヒットするってパターンが経験するよね、誰しも。ありますね。うん。 で、何が言いたいかというと、えー、ってい、このタイミングのメバルどうなってんの全部回収スピードの方がいいじゃん,うん,う,んうん。ゆっくり巻いても当たんねえのに、なんでこの速さで当たるのって、僕何回も経験あるんだよね。うん。で、あのー、あれだよね。えー、っと、YouTube のインクステレビの中に、えー、メバルプラグ、 キングのすべて実践講座っていうのがあるよね。ええええ。あの中にも一本だけあるよね。はいはいはい、ありますね。ね早巻きのね。うん、うん。あの時はもう開始速度ってほどの早巻きじゃない。最初はまあ、えー、まあ、これぐらいがいわゆるメバリング。のリトリーブだとすると、まあ、それをこれくらいで巻いてたら。食ったとか。早い方がいいなって気がついたよ。うん。で、だんだん調子に乗って速度を上げていくよね。はい。で、最後はこれくらいで。 ボンっぱ来るわっていう感じだよね。まあ、これぐらいだと回収速度ぐらいだよね。うん。うん。っていうのもあるじゃないはい。普段はその巻きスピード遅いのが当たり前の。えー、アジでもそうだよね。うん。うん。でもアジですら、ジグヘッドにワームをバーッと回収してたら、ゴーンって来るタイミングよくある。うん。うん。で、早巻きでないと食わない。 な、まあ、サワラ、ブリ、えー、何がいるシーラって感じなんだけど、これもさ、ベイトとベイトの状況次第では、シーラでも、着水からフォールだけの方が圧倒的に当たることあんだよね。うん。これはね、あのー、ゴムクロケで、伊豆に行った時だ、伊豆半島に。はいはいはい。 三回立て続けに、メーター級のシーラーがさ、食ってきて。<laughs> <laughs> こっちと、こっちとらあれだよ、使ってるのがさ、あのー、85P スペシャルロッドが。<laughs> なるほど。P があの時多分06か08なんだよ。<laughs> で、ルアーがメタルマルだよ。<laughs> はい。 そんなもんにメーターシーダー食ってくんないよって感じだよね。<laughs> 大変ですね太刀打ちできないね、全部ルあのフックを伸ばされて、うん、でドラグゆ緩めたらもう永遠に出ていくから、<laughs> うんうん、全部フックパン、ばーこの時の3連発さ、はい、あメタル丸ル使ってるから、投げてボトム落としてそこからずっと巻いてくるっていうのがメタル丸ルのスタンダードだったよね、あるいはジャーク、はい、ジャーク、はい、ジャークからフォール。うん でも、巻いて、ジャーク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 、フォール。ところが、その日の、メーター、あの、なんでメーターってお前わかるんだよって言われたらね、返事してあげるわ。<laughs> かけて、うわーやってるうちに、バーン水面に出たのよ。ああ飛びますもんね。楽勝メーター超えてた。<laughs> で、ほぼ同じような手応えが3発かかって、うん、3つとも全部、フック伸ばしてさよなら、なんだけど、その3発が、 あのメタル丸ルのロケなんで、まあ、僕であるし、基本、ね、寝魚ねらいなのよ。うん、で、そこね、水深がどれぐらいだな、30メーターかぐらいあるんだよ、あの、えっ、ー、と、埋め立て地からメタル丸ルの19グラムだったと思,思えてるけど、フルキャストするじゃん。はい。ボトム到達するまでものすご時間かかるんだ。うん、なるほど。 もう楽勝で30あるなと、20メーターもうはるかに超えてるなってぐらいの推進なの。うん。だからずっと落としてる最中に食ったの3回とも。お<ー>で、そっから、ちゃんとロケしなきゃいけないん、ね、で、ボトム取れたとこからこう、膜釣りをなんか,かやったんだけど、それには一切当たんない。お<ー>うん。ひたすら、その日のそのタイミングでは、落とすときしか食ってこなかった。うん っていうのがあるけども、これはシーラに限らず、サワラはもう高速負けで釣るんだってみんな言ってるけどさ、僕が山口県の岩国の海岸で、誰も一人サワラがいるってことを知らない時代だよね、十、だからメタル丸ルのプロトの時に釣ってるからね。メタル丸ルが発売から15年になるから、プロトだから十、多分7年くらい前なんだよね、僕は うん、岩国、岩国でって言えば、その、いわゆるブレードジギングの発祥の地なんだけど、はい。その第一号が俺だったのね。なるほど。あの、すごいフラットな広大な海域で、全部下が砂地なんだよね。はいはいはい。で水深が15から30の間、すごい広大なシャローフラットな海域は。で、 だから釣りに来ないの誰も砂地だから。<laughs> ああ、なるほど。海岸線から船でわーってボートフルスロットルで5分走っても10分走ってもずっと砂地なんだよ。うんうんうん。うん。岩も何もないのよ。うん。あんまりそんなところ釣りしないよね。 まあみんなもうちょっとないわかりやすい変化があるとこ行きやすいですね。<laughs> ただ秋になると、カタクチヨシが集団で入ってくるんだね。おお<ー>。それめがけて、エサワラブリ、マダイとかが集まるわけで、それをまあ僕は最初、トップウォータープラグとかでトップの釣り楽しんでたんだけど、うん、メタルマルのテストでメタルマルまで行けんじゃねえと思ってボトムまで沈めてやったら、まあ、あれ釣れる、これ釣れる、めちゃくちゃ釣れるわけ。おお楽しそうですね。<laughs> そうこうしてるうちに、サワラが連れて、うん。わーってなった。まあ、ブリも、マダイも、連れてたんだけど、サワラが連れて。で、サ、サワラなんか初めて見たから、瀬戸内で。はいはいはいで。そっから年々増えていって、土日には船が200体ぐらいその海域出るんだよね、ブレードジギングで。おお<ー>。で、も、ま、う、あ、そうなるまでに僕、5、6年一人で楽しんでたの、釣りまくってね。なるほど。 港のあの漁協の社長は、あんたはどこで釣ってくるや、教えてくれやって、漁師が3、4年をし返すときて教えてくれって言うほど <laughs> 地元の人が。まあそこからこう始まって流行っていったんだけど、何を言いたいかというと、初期の5年間僕は一人で楽しんでました、サワラを。はい。で、釣り方ボトムから5回ほどジャーク、ジャーク、ジャークってやって、あとカーフー。<laughs> 全部これで釣ってる、ね、サワラ。お 絶対早巻きがいいんだっていうのは違う。じゃあなんで早巻きしてんのって言うの。うんうん、えっとね、サワラー好きになったらわかるけど、ブリとかマダーがヒットしたら、え、連れてってなるのよ。広島の人間特にそうなの。なるほど、うん。あの海域で釣れるのはまだいいブリ、サワラが大体、あとシーバスがちょっと来るぐらいかな。まあ大体この産業室なんだよね。 うんうん、圧倒的にサワラーが美味しいのさ。ああ、なるほど。だからみんなサワラー釣りたいわけ。十、十一、十二。うんうん、うん、うん。油が乗っていくからどんどん。なるほど。そこへね、かけたらもう5分、10分かかっちゃうような大きなブリが来たらもう、もう,もういいからライン切れっていう船長がいるぐらい。<laughs> <laughs> サワラー釣りたいわけ。狙って。はい。そうすると、スローな釣りをすると、僕がやってたような釣りをすると、五目釣りになっちゃうのよ。 まだいが来るわ、トラフグ来るわ、えー、まごち来るわ、ひらめ来るわ、まじ釣れるわ、タチウオ釣れるわ、ブリ釣れるわ、サワラ釣れるわ、なのよ。なるほど。だからメタルマルの釣りだから僕はそうしたかったわけ。うんうんうん。だから、あの、ジャーク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 ,ジャークからフ,フォールってやつ。この釣り方は何がいいかというと、ジャーク、ジャークのこの一瞬のスピードと、あの、ストップモーションね。 メタル丸のね、あの基本的なアクションが一番たくさん釣れるけ。根魚も釣れれば、えー、中層にいるやつや、泳ぎの早い青物なんかも同時に狙える。ショートピッチのジャークなんだけどね。ショートピッチでジャッ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 ,ジャッでフォール。このジャッの時のスピードって結構速いじゃないはいはいはい。ジャッのツのところで止まるよね。うん、こういう感じよね。 はい。こういうのって、ほら、あの、フィシータ大好きだよね。<laughs> そうですね。うん。だから、五目釣りをボトムからそういうふうに、こういうふうにやる,やると <coughs>、いろんな魚種が釣れるっていうのが、まあ、良さなので、その釣り方するんだけど、サワラだけ釣りたいとき。うんうんうん。ブリーやマダイにヒットしてほしくないわけ。なるほど。だうんうんうん。だから、早巻きするわけ。 あとショートピッチの邪悪の一つの欠点は、はい、タチウオとかサワラのようなあのリーダーカッパーのやつは、あーダーッというただ巻きの方が切られにくいのよ。うん後ろから追尾してきて、パこっと食うから。ところが、こういう段差のあるようなアクションさこうやったりさすると、あいつ下手くそだから、うん、<laughs> 食いそこらてリーダーかんじゃうんだよねななるほどなるほほどどもね。 うん、だから早巻きなのよ。なるほどな。あれ、たくさん釣れるから早巻きしてんじゃないからね、言っとくけどうんうん、うんけ。今回はどんなアクションでレオンさんやりますかって話だから、僕の経験則でお話すんだけど、ひたすらサワラだけを釣りたい人は、限界早巻きすればいい。うん、ただ、一日頑張って、サワラも含めてたくさん釣りたい人は、損だよ。 追いつけない魚がいるから。うん、じゃあ、僕のようにこうスローでやってどうなるかって言ったら、僕、その、メタル丸ルの、ハイピッチショートジャンクでね、HPSJ か。はい,は,いはい、はい。ピッチショートジャンク、そう、HPSJ。エギングなんかでもやるような、パン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 ってやつ。これはね、これだけで丸一日通して、 サゴシサイズからサガラサイズまで、えっ、ー、と、20本ぐらい取ったことは、あるし、10本以上も,もう結構何回かあるよ。うん。じゃあ、限界高速巻きで最大何本まで取ったかって言ったら、やっぱ同じ10本ぐらいなんだよ。うんうんうん。でも10本超えたことほとんどない。なるほど。サゴシの時だけ。はい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 。サゴシの大群が入ってる時は、もう沈めないんで。<laughs> ああ、そっかそっかそっか。ったい探ラッシュの時って見えるじゃん、もう。海面でね。うんうんうん。あれはもう着手からかー巻けゴン、ああ、ゴン。あンあ、面白くね、5匹釣ったら終わりみたいなね。うんうんうん。あれはもう延々20匹、30匹釣れるので。<laughs> だから、まあ、そのスピードの話に、また原点に戻るけど、スローに釣るのは基本の魚種であってもハイスピードで食うことはありますよ。で、逆、サワラのような逆もありますよ。 うん、だけど、その、通常ハイスピードで狙う魚がスローじゃ釣れないのかって言ったら全然大間違い。うん、スローで釣れるパターンもたくさんある。って考えると、基本何でもあれなんだよね。そうですね、うん。だからこの方の質問に真摯に答えようとするならば、一番重要なことは、もう僕ね、だいたいルアーフィッシングの人はいっつも言ってるけど、あの固定観念に振り回されない。 うん、これがもう何,何を言おうが一番重要なとこですよ、うん。スピードにしてもアクションにしても何でもそうだよね。一般的に言われてるこのメソッドが一番いいよって言われてるメソッドを一旦受け止めていいです。信用してもいいです。うん、多くの方がそう言ってるってことはそれで結果が出てる証拠だから。うん、でもさ、あの、 代、代表メソッドってのは、誰がやってもやりやすいから言ってるだけなうん、なるほど。それが一番いい方法じゃないよ、決して。うん。うん。決してそうじゃない。じゃあどうやれば、えー、その都度のタイミングで結果が出せるようになるのか、そのアクションどうやって覚えればいいのかって話だけど、いろんなことやるしかないよね。そうですね。 いろんなことをやって、経験を自分で深めない限りで、ね、ルアーのアクション、どうすればいいのかっていうのはつかめないから、うん、今僕が、例えばメバルするのにこういう釣り方あるぜって言っても、それはそのタイミングで、結果の出たメソッドだから、うん、最初に、キューベもちょっと困ったように、 ありすぎて困っちゃうよね <laughs>。そうですね。いろんなのやってみるしかないですよね。うん。ああ、そうだなと。あとはもう分類分けで考えるかな。例えばメタルジグとプラグじゃだいぶ違うよね。うん、そうですね。うん。プラグの高速巻きって難しいもんね。うん。だいたい破綻するよね。アクションが。そうですね。普通のリップのついた身のプラグな巻き方したら、 <laughs> うん、もう水面飛び出しちゃったりね。じゃあ、リップのない、えー、<coughs> リップレスのね、ジャーキング用のミノだったら、ある程度早巻きできるよね。うん、例えば金属系だったら、スプーンも早巻きできないよね。そうですね、バタバタバタってなってね。ところが、ナッツジグのようなジスタイルのジグは、かなり早巻きできるよね。うん うん、だからその一つ一つ自分が使ってるルアーの本質的な、えー、個性みたいなものがあるから、それにも合わせなきゃならないよね。で、メタルジグは早く動かすもんだと思ったら、これも大間違いだよね。うん、例えばこう、うん、そうだな、スローに使うメタルジグの代表的なのっつったら、 ああののブブルーブルーーさんのやつがあるねはああはい、はいシーライドとかシーライドミニとかねちょっとフラットで、うん、扁平系だったりする薄うくてフラットで平たいやつね、うんうん、あれはすごくジグヘッドにワームでライトゲームやる時のようなスピードとかアクションが結構効きやすいメタルジグだよね、うん ナッツジグも割合それに近いんだけど、もっとスローに使おうとした時のシーライドミニはなかなか優秀だよね。そうですね。うん。独特だよね。うん、スーッと巻いてきて、止めた竿をシュッと戻す、貼る、戻す貼る、ーンみたいなね。うんうんうん。あの辺なんかやっぱちょっとシーライドミニの独断状みたいな使い方はできるから面白い。うん、そういうのもある。じゃあプラグで考えましょうか。はい。例えばね、 リップ付きのプラグの一番の特徴は何かって言ったら、ボブリングだよね。はい。まあ、リップなくてもボブるんだけど、うん。ベロが付いてるってことは、こういうフルアクションを出しやすいことは間違いない。うん、うん。で、まあ、代表的なので、まあ、メバルで話をするけども、僕が昔から大好きで使ってるのが、えー、シュガーミノはい。うん。5センチとか4センチとかのね、シュガーミノ。ノ、うん、巻くと、こう、プリプリ動くわけ。 じゃあメバルを釣る時にシュガーミノでどんなスピードをどんなアクションで釣るかって言われるとえこれはまあシュガーミノに限らず例えばリッチ 35F だとかはいはいはいップついてるよねリッチ 35F だとかまあシラスミノだとか何でもいいやえメバル用で作られたミノはねメバルね合わせてあるんだけどはいシュガーミノってメバル用に作ってないよね そうですね。もともと渓流とかですかね。そう。うん。で、渓流用の実のって、素晴らしく、きれいに動くよね。ばーンそうですね。うん。これ、メバルに良くないよね。<laughs> うん。ね。あの、動きすぎて、ばーって、がー,ーって巻いた時に空気あってあんま食わないんだよ。そうちょっとビッチが早いですよね。うん。ゼロじゃないけど、あんま釣れないよね。うん。じゃあ、僕がなんでメバリングにシュガミのを持ち込んでたかって言ったら、すごく釣れるからなんだよ。 って言ったら友達が使ってみて、か、かくさん全然釣れんわっていうわけ。なぜ釣れないかと使うスピードが間違ってる。うん、なるほど。うん。えー、シュガーミノーとかリッチだとか、ああ、あとあれもそうかな、ジェイドもそうだな。うん。なんだけど、えー、特にシュガーミノーでリトリーブでメバルを釣るときは、シュガーミノーが、の、 そのデフォルトな動きね。バーっていう。こういう動きにならないスピードで巻くんだよ。うん、なるほど。ゆるーって。うん、うん、うん。こうするとめちゃくちゃ釣れるわけ。もう目視で見たら、ほとんど I 字でしか動いてないような速度。うん、うん、うん。そうすると、ゴーンってるんだよ、メバル。なるほど。プリ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 プってやったら食わない。うん。ププリプリプリってやるんだったら、プリ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 止め。 ンこういう使いい使方だからねこれはメバルという魚を釣る時のメバル側の特性に合わせたアクションであるスピードってことさ。だから同じそのリップ付きのプラグで普通巻けばボブリング、えー、ローリングしながらのボブリングロールはしないけど完全なボブルでボブルもタイトボブルやワイドボブルもある。 それを、どの魚にはどうはめるのかっていうことを覚えなきゃならなくなってくくんだけど、これはやっぱりね、もうしかし、しょうがない。時間と経験が作り上げていくもんなので、あの、また話が元戻っちゃうんだけど、固定観念をとにかくまず外すってことだよね。 器、うん、グはこう使う、プラグはこう使う、えー、ストレートワームはこうで、シャットワームはこうだっていう、あのー、よく巷で言われている基本的な概念を一遍頭から外してかからないと、全く違う使い方をしなきゃいけない。それも何十回も何百回もや,やらなきゃ答えが出ない。うん、世界ではあるよね。あのー、結構、 ルアー、いろいろ使っていくと、まあ、いろいろな、今、メソッドがあるじゃないですか。ちょっと邪悪しましょうとか。うん。なんですけど、うん、意外と、そのさっきの超早巻きの対局にあるのって、例えば、ジェイドとか、ジェイボーイもそうですけど、10秒ぐらい止めてても食うみたいなのがあるじゃないですか。そんな話、続けてしょう。う,うん。だからね、<あ>本来え、プラグの場合、特にそうだよね。うん。あの、プラグならではの特徴っていうのは、 プラグは、巻く手を止めたら、ステイできるんだよ。フローティングのステイの場合は、巻いてガーッと来て、ステイさすと、止まって、ライジングしていくよね。はい。センキングの場合は、巻いて止めたら、落ちていくよね。はいで。そこに、えー、浮き上がりが早いやつと、要するに、そのフローティングの、うん、浮力が、 ハイフロートのやつだったら、ピューと巻いて、ピタッと止めたら、ふー、ポコンって出るよね。はい。で、スローライジングのやつもあるよね。細身のやつだったら。うん。ええー、バスデーさんのね、あのーうん、スリム、すがみのスリムか。はいはいはい。ロングリップのやつ。あれは、ダーッと潜るんだけど、ラインテンションかけたまま止めると、スローライジングなんだよ。うんうんうん。これがいいときと、 えっと、リンタコくんが監修したけど、リッチの、リッチ35ヘルムの HF か。はいはいはい。フト。あれはもうリ、リンタコがもう完全に狙って作ったやつなんだけど、巻くか、あるいはこう、ロッドで錆びて、ジャークしてパッと止めると、ポコンって言うんだよ。ポコンって。<ー>ポコンって言うの、こんくらい、実はあの、えー、カメラで、ズームで、 スローモーションで捉えると結構ポッコンって出てんだよ。なるほど。この音でね、メバル誘ってるんだ、あれは。うん。<laughs> あれは止めてなんぼなんだよ。うんうんうん。<laughs> で、えー、スローライジングも止めてなんぼなんだよね。だーっと巻いてきてメバルがいるレンジまで、深いレンジまで出たら、こわっ止めて、張って待っとくと、ゆーっくり上がって、メバルが食える、食いやすいレンジに来た時にドーンって食ってくれると。こういう使い方があるし、インクスのルアーだと j ボ o イ j ーボイクランクだから巻くと激しいよ。そうですね。ブリブリね。泳いでね。もう未能のブリブリの数倍激しいよね。うん。あれかわいいんですけどね。見てるとね。タカ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 っていくからね。で、あれなんかもう、あの、メバル釣るときは基本止めてつるルアだよね。うん。カタカタカタカで注意喚起。引きつけておいて、止めて、ぷかーってなって食わせるって言うんだけど、 9秒なんか、ステイの時間どれぐらい置く ?JV で。うーん、まあ、5から10ぐらい待ちたいですよね,ね。これね、見てる人よく聞いといて。自分が実際どれぐらい止めれるか。5カウント以上止めれる人ほとんどいないからね。結構意識しないと止められないですよね。5秒長いぜ、ね。<laughs> 早く釣りたいんでね。5秒は長いよね。<laughs> 長いっすね。<laughs> じゃあ、じゃあ、じゃあとかぐる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 、ストップ。1、2、3、4、5。長いだろ長いですね。意外に止めてないよ、みんな。3秒とかだよ、みんな。うん。でも、あの、慣れてる僕らは平気で10秒ぐらいまでいっちゃうからね。<laughs> 止水で全く流れてない環境下で、でも自分が狙ったこのポジションで、ガーマってきて、じゃあ、じゃあ、じゃあとか、ガチャガチャガチャって,って。 止め平気で実感ところぐらいまでやっちゃうよ、僕ら。うん。<laughs> で、ええー、そんなんで食うんですか釣れるよ。で、ね、今8秒、9秒、10秒。結構ロングでこうやって待、ま、んんって、どこか出た。見とこら15秒だよ、とかね <laughs> <laughs> <laughs>、はい。いいの思い出した。あのね、今プラグの話してたけど、はい、これをメタルルアーで捨て。ほう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 。 メタルルアーでステイさせて作る代表的なの。これは20年ちょっと前に見つけたパターンだったけど、当時あったやつ、えっ、ー、と、ボウ君。はい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 。ジャズにボウ君っていうちっこいメタルバイブがあることを、あの、芥川君っていう友達が教えてくれてね。はいはいはい。さんこれめっちゃいいんですよって。それ使ってて見つけたメソッドなんだけど、小型メタルバイブを投げます、ボトムつきます。 で、ブルッ、ブルとさせて、カーブホールで釣るんだけど、カーブホールさせて、ボトムへ再着底したのに、最初に気がついたのは、なんか他のことに聞い取られて、うん、何だろうとか。まあ、着底してるのは分かってるわけね。はいはい。な、何だろうと気にしてたら、あん、<laughs> あ、ええみたいなね。<laughs> うん。こういうのがきっかけじゃん、最初。そうですね。あれ 5秒は楽勝で今、ボトムつけたまま、あれをこうよそ見してたよなと思って。でもいいメガル釣れたし嘘って。さっきまでなかなか釣れなかったのに。えって思ったらすぐやってみるよね。うん。外して、ボトムついた。ちょんちょんちょんってやって、スーッと、あ、再着手したなええ、こんな鉄板バイブで、ボトム着手させたまま、食うじゃんみたいな。<laughs> それね、最初の気がついた日、連発したんだよ、十何匹そこで。すごいですね。うんで、だんだん上手になっていくのよ。着点まではいいけど、着点前のアクションはどれが一番いいのか。うんうん、最初は小型メタルバイブだから、あの2、3回の邪悪ね、お供をつけた状態から、チゃッチゃッチゃ、で、すっと緩めてったの、最初。はい チャッチャッチャッからフリーにして、ボトムついたまま待ってて、なかなか食わないのよ。で、気がつくね。あ、フ,フリーじゃダメだと。うんうん、チャッチャッチャッとやったら、竿を立てたままカーブホールって、うんで。カーブホールでトンとついたまま、ついた瞬間にちょっとだけ持ち上げるの。これコツ。なぜかやったら、竿を微動だにせずにカーブホールしてたら、絶対に倒れるのよ、ルアーが。 ああそうですね。うん。だから、カーボールした、そ、したらすぐ、ほんの1センチ、2センチにティップを上げるとこう立ってってくる。うん、つまり、ライン張った状態で。これコツだからね。<laughs> 立たせた。イメージだけでいいよ。立たせるイメージで言ったら、自然にサオをこう、上げちゃうんで、こう。うん。で、ジャークに3回入れた方がいいのか、それとも着底から、 僕が最終的に編み出した一番釣れる方法は、着底から竿でブルーっと持ち上げてこのまま待つって。うんうんうん。着底ワンジャーク、カーブホール、カーブホール、カーブホール、着いたちょっと持ち上げる。はい、ステイ。っていう釣り方で、メバルカサゴーが、あの、ボトム意識が高い時にめちゃくちゃ釣れるよっていうのを発見したわけなんだけど、 最長何秒ぐらいでも釣れたか、キーブ当ててみて。何だろう。ふ、<れ>ふぐみちゃんにあの、ットポーチで測らせて。え、まあまあ、あれですか、うん、1>, ?1 匹釣るのにずっとカウント取ってもらったの。まあ、最長1分, ?1 分弱とかそれぐらいの。ああすごいすごい。1分15秒最長。<laughs> すごいですね。腕がしんどいよ。1分15秒こうやって。ああ、しんどいですね。 嘘だろうって思ったよね。自分で釣っておきながら。これを聞いて皆さんどう思いますだからね、固定観念はとにかくはまっちゃ、はまりすぎたらダメだよ。さ、常に固定観念はいつでも自分で溶けるような準備をしとかないと、鉄板だけでできたルアーをボトムに置いとくだけで、しかも1分以上待って、それで食ってくるなんてちょっと信じられないでしょ。 うん、そうですね。うん。あるんだってやってみたら普通に。っていうか、ジグヘッドにワームのやつがそばで投げてて釣れないんだから。うん。メバルとかアジはジグヘッドにワームが一番釣れるよ。それが絶対よって思い、思い込んでる人はダメ。確かに、一番釣りやすいメソッドではある。うん。でも、ジグヘッドにワームでなかなかアジやメバルが釣れないときに鉄板バルブ入れてごらん。 ワンジャークの後、ステイで待ってみてごらん。圧倒的に釣れる場面って、1年間通じて、それなりに15%、20%ぐらいあるから。うんうんうん。うん。メタルジグも同じ。メタルジグのボトムステイで釣れる。そうですね。ナットとかね、ありますよね。<laughs> うん。本当に。ただ、ベタと置いといちゃダメ。コツはやっぱり、ちょっと立ててやるな。 うん、えメタルジェクの場合は棒なので、ちょっと吊り下げると、フロントがこう浮くよね。はい。お尻が落ちて。で、そこでしって動いてるから、こう揺れるんだよね。うんうんうん。これにくっついていくんだ。うん。そういうなので。<laughs> えー、これもね、面白いよね。一つのアクションとして。あと、スピードがね、遅いか速いかだけだよね。スピードに関しては遅いか速いか、 アクションの途中で止めて待つか。で、止めて待つ場合は水面で止める場合。これはペンシルプラグだとかポッパーだとかね。うん。水面系でやるときは水面でチバチバチバッとおしといて止める。うん。基本的なほとんど風か潮の流れで海面っていうのは流れるんで。はいはいはい。これは流れてくる餌を待っている魚に対して非常な有効な手段だよね。 で、こういう流れてくる餌だけを食ってる、対象業が食ってる時っていうのは、動かすと食わないんだよ。うん,うん。うん。そうだ。これも重要だからちゃんと説明しとこう。えっ、ー、と、自分、川に釣りに来てます。川です。はい。サクラフライです。で、ドライフライ結んでます。で、こう、流れに対して、 ほぼ直角、クロスか、少し上流側に投げます。ピューとフライ飛んでいって落ちます。落ちたらフライは水面に流れていくよね。はい。ずっと流れるものに対して待ってるトラウトがパシャって出てくれるっていうのがフライフィッシング。はい。一番スタンダードな釣り方だよね。はい。ところが、投げたフライの手前には糸がついてるよね。うんうんうん。この糸が上流から吹き下ろしてくれる。 風に吹かれてぎゅって引っ張られたりフライが落ちたところの筋の流速よりも手前の流速が速い場合はラインが持ってかれるよねはいそうするとこのフライがこの持ってかれたラインに引っ張られてこう動くうんだ、う、よ、ん、こう動かないきゃいけないのライン引っ張られるからこう動いちゃうわけうん、うん、これをドラッグがかかるっていうのうんなるほど あっすぐ平行に流れなきゃいけないのに、平行じゃなくて、ここ反れちゃうんだね。で、上手なフライマンさんはこれを避けるために、フライが着水す,する直前とか直後に、こうやってラインメンディングして、上流側に手前のラインをこう置いてやって、フライ先行で流す。ね。うん、そうするとドラッグがかかりにくいって。これね、 メバルのトップゲームでものすごくよくある。うん。全く同じことが。えっ、ー、と、一筋だけ、ずっとそのラインだけメバルがライズ出ることがあるのよ。はいはいはい。これはね、しっかり観察しましょう皆さん。テーブル行って、夜テーブル行って、電気がついてて、パチャパチャライズし,してる日があるとする。はい。よーく観察して、そこは潮が完全に右から左、もしくは左から右に、 普通にこう流れてる場所だったとする。そうすると、あちこちでライズが起きてるから、この海面全面にメバルがいるように錯覚する人がいるんだけど、うん得る筋何本か決まってるから、ね。なるほど、うん。要は餌が流れる筋があるわけ。うんうん、それが一本の日もあるの。ところが目の前の海面に餌が流れる筋が5本はできてるなっていう日もあるわけ。うんで、それがこう、 ランダムに発生するから、なんかバラバラに出てるような気がするけど、よく観察してたら出てる筋は一緒なんだよ。なるほどあ,あのレーンだよ。ドッグレースでもうさぎレースでも何でもいいや。一番レーンから八番レーンぐらいまでレーンがあるじゃない、競馬でも。あのレーンがあると思って、海面に。今、一番の、一、えー、番の、えー、5ヤードほど出たところで出た。 で、こってパチあ、今3番の10ヤロンとこで出てた。ただそれだけの話なんだよ。だけど、実際それを釣り人が見たときには、不規則に出てると思ってんだよ。めちゃめちゃランダムに。うんうんうん。違うよねって話だよね。そこまで観察できることができたらあなたはプロ級です。<laughs> なるほど。<laughs> となると、その子たちは明らかに流れてくる餌しか食ってない。 だから、レーンに固てあの、固執するんだよ。なるほど。動いてる餌を食うときは、このレーンに固執しないから。動いてるよと追っかけるから。おお<ー>。例えば、メバリングで、春で言うと、イカナゴ、キビナゴパターンだよね。イカナゴがビューといるくるわけ。それ食ってるメバルは、そのイカナゴを追っかけてるから、レーンもレンジも下手くれもないよ。イカナゴで行く先どんどん行くんだもん。なるほど。うん。だけど、 大体同じレーンでポツ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 パチャパチャやるときは、もうこれは網食ってるパターンで、流れてくるエーサーを、移動するエーサーじゃなくて、流れてくるエーサーを追っかけてるパターンこういうときは、えー、投げます、着水したら、まあとりあえず、僕のルアーここにあるよっていうのを、チパチパッ、よしって見せておいて、とりあえず、えー、1番レーンを流す。で、出なきゃ、こんな2番のレーンを流す。 バだひたすら流すだけなんでこれはアクションさせてないよね。うん。うん。do n o t だよね。<laughs> そうですね。うん。何もしないと。うん。というのも、あのー、大きなメソッドだよね。それで釣れる魚の代用なのはトラウトであるし、メバルであるし、アジもちょいちょいあるよ。うん。その筋でしかライズしないときってのは、それも、アジもやっぱり網食べてるよね。 あとねシーバスもやるよねそうですねうんその筋だけで収まっててね流れてくる、うん、バチパターンの時もそうだよね、うん、一番食べやすいポジションにいてこうおっぽ振りながら待っててねでバチがブワーッ流れてきたらパコーっと食ってるっていう、うん、そんな感じかな、うん、そうですね、うん、こんなとこでしょいかがでしたでしょうか そうですね、なんかあの、質問してくださった方あの、もし、また何か聞きたかったら、なんかもうちょっと具体的なシチュエーションとかで、こういう動きが良かったとか、こういう例をやったんだけど出なかったとか、また追加でいただけたら、よりフォーカスしてお答えできるいいで、ね、はい、はい、思いついた、思い出した。はい、その質問に対して最後の締めのことを言っとかなくちゃいけない。はい このアクションでしか釣れないということがありましたっていうことをか言われてたよね。そうですね。あるよ。<laughs> そこで話を最後に締めでしときましょう。でも、じゃあ次の日同じ場所行って、そのアクションが一番いいかったら違うでしょそうですね。これはね、はっきりその日、その時に、その類のベイトがいた。<laughs> うんうんうん。でもいつもはいないよ。でも、いつ、いつかまた再現されても、 不思議じゃないよっていう考え方をしてほしい、うんうん。そのアクションがどのエリアでもどのポイントでも通用するかって、また全然別の話になってくる。そうですね。ね、うん。それを最後にしておきます。はい。ありがとうございます。この視聴者の皆さんもぜひ、こんな釣り方はどうだろうとか、また何か質問があったらぜひコメント欄までよろしくお願いします。あととこのの動画へのグッドボタンと まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、両師長、今週もありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあまたね